これ外れてんだけど。どれかな？あ、お口に。食べちゃうからね。ごめんなさいね。ちょっとね。うん。親でね。うん。うん、いや、山ってね。うん、ちょっと何でも食べちゃうから、あ、そっかそっか。じゃあ僕は押さえてますよ。ちょっとずれちゃったりとかね。ダメだよ、呼吸しなくちゃ。ちょっと一旦ね。はい。お伝えしますので、手を羽をかけて、そうそうそう、ご家族様ね、来ましたからね、うん、ちょっとごめんなさいね、親指ね、はい、ちょっと酸素測りますからね、頑張れ、ばあちゃん、ばあちゃん、頑張って、頑張って、呼吸するね、私が生まれてきたわけは、友達みんなに出会うため。うん、力入れない、力入れない。私が生まれてきたわけは、うん、愛しいあなたに出会うため。春くれば。私が生まれてきたわけは、どこかの誰かを傷つけて、私が生まれてきたわけは、どこかの誰かに傷ついて、私が生まれてきたわけは、どこかの誰かに救われて、私が生まれてきたわけは、どこかの誰かを救うため、夜が来て闇をのぞく朝が来て光をのぞから照らすよ、幸せになるために誰もが生きているんだよ、悲しみの海の向こうから喜びが満ちてくる、私が生まれてきたわけは、愛しいあなたに出会うため、私が生まれてきたわけは、thank you.
ああ、どうも。でも今回呼吸だからね。ちょっとね、肺炎だね、また。もう肺炎はね、まあね、今度は呼吸だから、2、3、詰まって、呼吸でも停止したかと思って、慌てた。ね、よかったよ。まあ、ちょっとね、ただ肺炎になってるので、ちょっと入院だ。はい、わかりました。戻ってよかった。はい、はい、ね、ちょっと待ってくれ。はい。ああ、いいですね。はい。で、本日ですね、ご入院いただきまして、総理の方で、こちらにお願いいたします。本日なんですけれども、発熱もされているため、311号室の個室の方に入っていただきます。ここのですね、PCR の結果とご本人様の状況を聞いて、医師の判断で、ご病院の方にもご移動可能なんです。